い、おはようございます。釣り子 TV です。徐々に暑い日が多くなってきて、夏の時期の釣りに移行していくかなっていうところでですね、一つ気になるラバージグが釣り具屋さんに並んでいたので買ってきてみました。これデプスのコンツアージグ、これがですね釣り具屋さんに並んでいて、でこのラバージグのパッケージがこの緑色のなんていうか新しい感じで、おーなんだ違うやつかって、デプスからいろんなラバージグ出てるんですけどね、新しいなと思ってみたら、動画とかでですね、いっぱいでかいのが釣れていて気になっていたキムケンさんプロデュースのですねコンツアージグだったっていうことで8分の3オンス買ってきてみました。価格は680円、もうおよそ700円近いですからね、高級なラバージグなんですけども、まあこの手の釣りってパターンハマったなっていうタイミングで一番釣れてるラバージグなくなったりしますんでね、2個色違いでですね2個買ってきてみました。コンツアージグ、はい、裏に結構説明書きも細かく書いてありますね。じゃあどうしようかな、こっちの白っぽい色の方からですね、スケールウォーターメロンですね、これをちょっと開けてみたいと思います。はい、うわー結構ボリューム感 ありますね。最近めっきりもうスモラバしか使っていなかったんで、この手のちょっとフルサイズっていうか大きめのラバージグって買ってなかったんで、結構この手の釣りやってる時はですね、エキップとかですね、まあそこら辺のシリーズがやっぱり安くてよく釣れるっていうことで、よく赤いパッケージのやつとかですね使っていたんですけども、どうでしょうか、こんな感じで680円高級ラバージグですよね。うわ何にしてもですね、まずもう出した瞬間持った瞬間に感じるのがものすごいこのスカートのボリューム張り、なかなかいかついスカートがついております。で結構長めでしっかりとしたガード、ヘッドがですねこんな感じのヘッドですよ。低重心化にこだわったヘッドっていうことで、動画でおっしゃってましたけどね。で針ですね、この針もですね非常にこだわりのフックっていうことで、早速ですねこれ取っちゃいますかね。でこの手の最近針先をなめっちゃったりしないようにこういう親切についてるじゃないですか。で釣り場で外そうとするときにこうむぎゅーって引っ張ってもまあ返しがあるもんでなかなか外れないですよね。こういうのを外す自分なりのやり方なんですけど、こう握って螺旋を描くようなイメージでですねこうクリクリと巻いていくんですよね。こうクリクリと、わかりますかね。こうするとですね取れるこんな感じで、ここのですね中をこう螺旋を描くようにまあ下側こっち側に向けてですねちょっとテンションをかけながら2時とこう同じ方向にねじっていくとよく取れますよ。まあまあいろんなやり方あると思う、まあ、ハサミでこう切って切ったりとかいろいろあるんですけど、自分は、こうねじり取りっていうのをよくやっております。はい、じゃあそんなことはまあどうでもよくて、この針、うわーフッ素加工コーティングされてるですね流儀製の針がついているっていうことで、ツルッツルですよ。ラバージグにもここら辺の加工が施されるようになってきたんですね。まあまあまあ、でフックキーパーがこう隠れていてこんな感じのラバージグです。裏にちょっとちっちゃい字なんですけどね、いろいろ細かい説明が書いてあるんで簡単に、
サクッと読んでいきたいと思います。オールラウンド型パワーゲームジグ、実用性を徹底的にフォーカスされたコンツアジグは、各タイプのジグの長所を掛け合わせ、フィードバックされたカバ、内からスイミングまでパワーゲーム仕様にマッシュアップされた現代型のラバージグです。ということで、まずヘッドがですね、このヘッド低重心化された三角形ヘッド形状は、スイミング姿勢の安定を得るとともに、ボトムでの転がりを防ぎ、不要なスタックを防いでくれます。このフックですね、オリジナルフック、コンツアージグのために流儀で設計されたオリジナルフックデザイン、ヘビータックルでのパワーゲームやドラグ、フルロックでのビッグバフトのやり取りに耐えうる強靭な線形に TC コートを施すことで、スムーズなフッキングを実現。またロックエリアでの使用時やビッグバストのやり取りの後でかけない、あえて鈍角に削られたフックポイント、デザインは実用性にフォーカスされたデザインとなります。こちらのガード、フックポイントとのクリアランスにも徹底的にこだわったフッキングを妨げないセッティングということです。でここのですね、キーパーの部分ですね、キーパーダブルトレーラーホールドワイヤー、キャストやアクションで次第に広がるトレーラーのズレや裂けを上下をずらして長くセッティングすることにより、トレーラーをより確実なホールド力で維持、持続させてくれます。シリコンスカート、一回り以上太く張りのあるシリコンスカートは、スイミングやフォール時にも水圧に押され負けることなく水を掴み続け、水を押してくれます。また大きくフレアさせる取り付け部の構造によりボリュームも向上しております。ということで、いろいろ書いてありましたけども、最後のそうですね、じゃあスカートのところ、この丸いパーツ見えますかね、この丸いパーツがスカートをですね、ただ巻いただけだとなかなかこうパッてフレアしないんですけども、ここにかなり広げるための特殊なこの部品がついてることによって、シリコンスカートが常にフレアした状態をキープしてくれるっていうことで、まあ、あのツモラバを作る時なんか、ツモラバのあの元祖で半々ジグとかありますけどね、半々ジグなんかもこう巻いた後にこう広げるために、なんだろう、浮き止めゴムっていうか、まあ、専用のやつをやることによって、こう丸いあの半々独自の丸いフレアした状態をキープするっていうのが施されていたんですけども、まあ、そんなようなギミックですね、こう、後ろのシリコンスカートを常に開いた状態にキープするようにこういったパーツがついていて、これちょっと想像以上に極太で本当張りのあるスカートですね。動画の中でもね、ケンさんが、まあ、このスカート、こういったもうこういうスカートがあるからこそ作る気になったみたいな感じでおっしゃってましたけどね、こういったスカートがついていて、じゃあ次ヘッドですよね。これキムケンさんのあの手でどんどん削っていって、自分の好みの形に仕上げていったらこの形になったっていうことなんですけども、気がついたら B カスタム、デプスの名作スピナーベイト B カスタムの形になっていたなんていうおっしゃってましたけどね、まあ低重心化ですごいいい動きをさせるためには、おのずとこの B カスタムに似たヘッド形状になってくる。それ以前だとエバーグリーンのデルタフォースなんて、あの名作スピナーベイトも、下重心のこういう三角形の、低重心ヘッドですよね。これによってこう今、まあ手にポンって置いた状態でも結構、まあ横倒れするときはするんですけど、ふわふわふわってやってたらこうポンと立ちますよ。これによって横倒れガキとかですね、なくですね、まあまあまあ比較的寝掛かりすることなく安定したこう針が上を向いた姿勢でスイミングさせることができる。でこの長めのブラシガード、これあの結構ブラシガードってこうあんまり短く切っちゃうと逆にあの硬くなってフッキングを妨げるって、このちょっと長め、ここにこうこうですね、こんぐらいが理想ってなんか昔本で読んだことがあって、これを逆にフッ
ッキング良くなんじゃないかなーなんて言って、こんぐらいで短くカットするとここがすごい硬くなって、まあしならなくなって、よりなんていうかフッキングが、まあガード力は上がるのかもしれないんだけど、フッキングが妨げられることもあるなんて、まあそれを凌駕するぐらい大きなバスに食わせればいいんですけどね。まあ食ってきたバスは全部釣りたいですからね。ここら辺が実はこのこれぐらいのバランスですね。これぐらいっていうのはすごい、だから穂先の方がちょっとなんていうかしなるっていうか柔らかいことによって結果かかりが良くなる、こんな感じのバランスになっております。で針、これがですねこだわりの針の設計ということで、針先がちょっと短いと言ったらあれなんですけど、最近の針ってすごいものすごい鋭さでもっと長くて、細く長くっていう感じになるんですけど、ここをあえて鈍角、結構深い角度で作っているっていうことで、これによって岩とかあとバスとかいっぱい釣り続けても針先が丈夫に作られているから長く使える、針先があんまりなめりづらい。で、なんていうんですかね、もう最新鋭のあのものすごい鋭いあの化学研磨のフックとかって、そうですね、針先、ちょっと根がかりとかバンバンとか外したりしてピョロって曲がったりしたら、もうそこでなんかちょっと使う気慣れちゃいますね。それをまあそーっとペンチで戻したりしてなんとか使ってみたりとかいろいろ試すんですけども、針先が終わっちゃったらこの手の一個もののやつってもうそれで、ちょっと二軍落ちっていうかあんまり使わなくなっちゃったりしますもんね。だからまあ600、そうですね、これ80円ぐらいするのかな。そうですね、高級な、ラバージグなんで長く使えたらありがたいですよね。でこのコートしてることによってこの鈍角を補って、刺さりがいいっていう側面があるのと、まああとこういうコートしてくれることによって結構ラバージグってトレーラーつけたまんまボックスの中にポンって放り込んでおいて、次使おうかななんてこう引っ張り出した時にあれ錆びちゃってるよ終わっちゃってるななんていうことがあると思うんですけど、これって錆止め効果も絶対あるはずなんで、結構そういった面でも長く使えるんじゃないかなって期待しております。でつけていたトレーラーは動画で見てるとチガークローってこうパカクローみたいな感じでバークレーの平たい手がこう2個ついていてパタ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 ってなる、チガークローで、でっかいの釣ってたりしましたけどね。あとは、シャットテールのワームパワーウィグラーとかですね、そういったのをつけて、で落としてその場でまあカバーとかに落としてそのまま誘って釣るっていうのはもうラバージグの基本であって、でその後になんかアメリカの方で流行ってるテクニックで誘ってそこのカバーで食わなかったらそこからスイミングさせて、スイミングさせてピックアップの間も魚を誘い続ける、こういった釣りが流行ってるらしくて、でまあ、中層に浮いてるデカバスを、釣れちゃうっていうこと で動画で見てるとものすごい速さでこう結構テンポよくタン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 ってシェイクしながら誘ってましたね。で釣りを覚えたくてですね、このそれに特化した専用のラバージグついに発売っていうことでコンツアージグ買ってきたんですけども、だからまあその場でカバーに入れ込んでまずは誘って、でその間も誘おうっていう新しいスタイル、まあ、野池とかでも、動画でしたけどね、めちゃくちゃでかいバスが、元気よく食ってましたんでね、ああいう中層で餌を、探してるバスって確かに見つけることさえできてアピールすることができたら、まあ、一番食い気は立ってるんで釣りやすいでしょうかね。それをこういったラバージグのスイミングで狙っていくかといって、まあ、スイミングに特化したっていうわけじゃなくてしっかりとカバーとかも攻めきれるようにこうラバージグのうちの基本性能は完璧に作り込んであって、でスイミングさせた時もこのスカートのボリューム感を損ねないのようにこう常にフレアするようなギミックで、スイミングさせたりガチャガチャ使った時でもトレーラーがずれづらいようなこだわりのトレーラーフック
キーパーですね。だからこれにつけてさらにあのトレーラーロックなんかこうガチャってつけたらもうなかなか使いやすいジグ、もうずれない、泳がせられる、打てるジグになるんじゃないかなということで期待して、なんとこう2個も買ってきました。この緑のパッケージが目印なんで、あの釣り具屋さんでもデプスコーナーとか覗いたら見つけやすいんじゃないかなと思うんですけども、最近どうもあのテキサスリグばっかりやってて、この手のラバージグの釣りってやってなかったんで、ちょっとまたやってみたいななんて思わせてくれるそんな、ジグが、売っていたので買ってきてみました。で、まあ、使い分け、自分の中での使い分けだとよく釣れるのはテキサスリグですけども、ここ一発でドカーンとでかいのを、連れてきてくれるのはなんかラバージグなイメージがあるんですよね。このボリューム感がでかくなるからなのかなんなのか、あとはもう簡単な話、テキサスリグを、リグるのがめんどくさい時、ラバージグはもう、まあ、トレーラーつけてここキュッキュッてこうキュッキュッて結べばそこからもうすぐに釣りできますからね。結構あのガッパリとかでそのガサゴソってボックスの中シンカーのボックス探したりとか、何ですか、浮き止めゴムを、メインラインにセッティングしたりとか、そういったのがめんどくさい時、ラバージグだったらトレーラーつければもうこれあと結ぶだけで、実調開始できますからね。そういった意味でなんかプラグとか使ってて、ああもうちょっとここはちょっと打ちたいなってすぐにルアーを取り替えたい時、そんな時もこういった、まあまだ釣ってないんであの信頼できるっていうのは言い切れないですけど、まあこれから信頼できるように使い込んでいこうと思いますけど、こういった信頼できる、ラバージグが1個、ボックスの中に入っているとすぐにキュッキュッて交代してバンって投げれる、そんな時にラバージグよく使います。ということで今年の夏ですね、もう徐々にそうですね、アフタースポーニングも回復して気温も今日なんかも35度まで上がるようなんてなってきましたんでね、こう朝夕の高活性なバス、日中のカバーに依存したバス、そういったのを1個持っとけばいろんな条件で狙えるんじゃないかなということで、期待大の、こちらですね、デプスのキムケンさんプロデュースのコンツアジグ、これが釣り具屋さんに並んできたんで買ってみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。